皆さんこんにちは、あいちゃんです。一時期テキストから動画を作ってくれる AI ツールとして話題になったランウェイジェン1ですが、最近ジェン2が新しく出ており、1にはなかった新しい機能がたくさん追加されました。今回の動画ではテキストから動画を作る時のコツと、あいちゃんが思う面白い追加機能を紹介したいと思います。まず Google でランウェイジェン2と検索しましょう。一番上のサイトをクリックします。トライジェン2 in ランウェイをクリックします。こちらがホーム画面になります。早速ビデオツビデオの機能を使ってみましょう。今回私はこちらの踊る男性と風景の動画を用意しました。ビデオトゥービデオには3つのやり方があります。1つ目は動画と写真を合成するやり方、2つ目は動画とサイトのプリセットを使ったやり方、3つ目は動画にプロンプトを書いて作るやり方があります。1つ目からやってみますね。踊る男性とジョーカの画像を合わせた時、どんな動画が出てくるのか楽しみですね。まずホーム画面にあるこちらのビデオツビデオのアイコンをクリックします。まず動画をドラッグ&ドロップします。そして右側にある写真をクリックしましょう。プレビュースタイルを押すと、動画が生成する前にサンプルイメージを出してくれます。ここで気に入ったイメージがあればジェナレートビデオをクリックしますが、なければプレビュースタイルをもう一回クリックして新しいイメージを出します。こちらが良さそうですね。髪色とスーツはジョーカポイですが、顔は全然一般人ですね。悔しかったので、プレビュースタイルをもう一回押してチャレンジします。ジョーカーの顔に近づきました。次はプロンプトを使って動画を変えてみましょう。打つのが面倒くさいので、こちらの写真のプロンプトをコピーして使ってみますね。同じくプレビュースタイルを押してサンプルイメージを作ります。いい感じですね。早速作ってみましょう。途中顔が変わってしまうので、もう一回チャレンジします。やはり顔が変わるので無理がありそうです。次は風景の動画をプリセット機能を使って変えてみます。可愛いプリセットがたくさんあるので、どれを使うか迷いますが、さっきと同じくプレビュースタイルを押して確認してみますね。こちらが良さそうなので、ジェネレートビデオをクリックします。すごい。どうですか？操作のしやすさとクオリティを考えてみると、結構優秀なツールだなと思いました。次は SNS で話題になっているテキストツビデオを使ってみましょう。文字を打つだけで動画を生成してくれるツールはあまりないので期待しちゃいます。ビデオツビデオの横にあるテキストツビデオをクリックします。プロンプトのところに作りたい動画のイメージを英語で書きます。英語が苦手な方は翻訳ツールを使いましょう。ドローンで撮影した富士山と湖の映像が欲しいので、プロンプトをこのように書きます。フリープレビューボタンを押してサンプルイメージを見てみましょう。素敵ですね。こちらのイメージで動画を作ってもらいますね。
やばいですね。イメージした通りの映像が出てきました。次は東京タワーと観光客が映っているアニメーション動画を作ってもらいますね。ちゃんとアニメーションになってますね。フリープレビューボタンを押して違うバージョンも見てみましょう。こちらが良さそうなので動画を作ってみます。顔の形が変形しているので不自然ですね。最初の方のイメージを選んで動画にしてみます。今回は違和感感じません。素敵です。次は絵文字を使って動画を生成してみます。馬と曇りの絵文字を入れました。ちゃんと馬と雲と太陽の要素を入れてくれました。感動です。広告動画も作ってくれるか試してみます。広告っぽい動画が出てきました。動画にしてみましょう。素敵ですが何の広告かわからないので商品を指定してみます。こちらの化粧水の広告を作ってみましょう。商品を指定したいときはこちらの機能を使います。先ほどの写真をアップロードしプロンプトを打ちます。広告っぽいイメージが出てきました。こちらが良さそうなので動画にしてみます。素敵です。最後にこのようなアーティスティックな動画の作り方を紹介します。このように美しいアートを作るためには細かいプロンプトの設定と写真の指定が必要なのでプロンプト披露のサイトに入って写真をダウンロードしプロンプトをコピーします。簡単ですね。ランウェイジェン2にはこれ以外にも面白い機能がたくさんあります。ホーム画面でビューオールツールをクリックすると様々なツールが出てきます。フレームインターポレーションのツールを見てみましょう。写真を任意に3枚選んで動画を生成すると不思議な動画が出来上がりました。写真の一部だけ変えたいときはこちらの機能がおすすめです。ゴッホの帽子を外して髪の毛を作りますね。まずゴッホの写真をドラッグ&ドロップで読み込みます。左側にある2つ目のツールをクリックして変えたいところをなぞります。プロンプトのところに変えたいイメージのプロンプトを打ちます。簡単ですね。ちょっと遊んでみますね。ちょっと意地悪をしちゃいました。次はイメージバリエーションツールをご紹介します。名前通りに写真のバリエーションを増やすツールです。写真を選んでから枚数を選択します。するとこのように既存の写真から4枚の違うバリエーションの写真が出てきます。どれも素敵な写真ですね。次はインペインティングツールを紹介します。左側のエディットビデオをクリックすると探しやすいと思います。この機能は先ほど紹介したツールに似ています。動画から消したい被写体をブラッシーで塗りつぶすと消えます。
あまりのも大きい被写体だとうまくいかないので、小さいものを消したい時に使うといいと思います。他にもたくさん面白いツールがあるので、ぜひ試してみてください。このチャンネルでは AI の最新ツールと情報を発信しますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。